いわき FC が連携するのは、いわき市にある医療創生大学で、メンタルトレーニングを通して試合中のミスを引きずらないよう、感情をコントロールするなどし、パフォーマンスを上げることが狙いです。10日に行われた1回目の講義には、大卒2年目の加瀬直樹選手など14人が参加しました。講義では、大学の教授が心理学に基づき、集中力の高め方や体の使い方などを実践を踏まえながら指導しました。メンタルの部分というふうな部分は、去年1年間自分がやってきた中でも、足りなかったところだと思いますし、非常にありがたいことだと思っています。今年10月まで月に1回、合わせて7回のプログラムを行い、大学の研究にも役立てていく方針です。